座右の銘はうるさくしない。でも楽しいとうるさくしちゃう。どうしたらいいですか、ミニシゲさん。おじけアボ。まあ、まあちゃん、踊ってるかもしれない。怖い怖い怖い。あ、こいいいい絵になるね。あ、上から目線。ということでグランプリは佐藤カメラマンでーす。佐藤どうなんだっけ。え、嘘。あ、いいね。やったー、取れた。イエーイ。悔しい、悔しい。だってなんか小道具めちゃくちゃ使ってる人が勝つのは悔しいわ。なんかだってなんか顔あんまり映ってないじゃん、ね、だってそれはなんか小道具が面白いだけじゃない。台本見てちゃんと、ほらヨレヨレテラレレって書いたんだよ。書いてないわ、ね、負けず嫌いだからみんな悔しいですけど。うわ、いいな。いいの、ありがとう。一応じゃあ今の段階での判断として、はい、何かあったら助けてね。はい、うん、よろしく。あの一応私まーちゃんの通訳係をやってるんで。あ、本当に？ OK、はい、じゃあもうできないよ。こんな感じで、これからもう間もなく始まります。楽しんでいきたいと思います。イエーイイエーイ。これで、なに、なに、え、なにこれ、怖いよ。最後かもしれないからね。最初で最後の、最初2回目、4回目、4だからだから2回目。もうこの調子でですね、もうやるしかないです。もうかなり私開き直ってます。この2人とですね、楽しい時間を過ごしたいと思います。よろしくお願いします。やらないくらない。今言っておきます。やんなかったらファンの人は
ドゥの頭をベシッと叩いてください。かわいいかわいい後輩たちを呼んでみたいと思います。どうぞ。すごくしっかりしてて、ありがとうございます。1年か、はい、1年前と全然なんか違くて、もうなんかキレキレのなんかツッコミとかも、なかなかほらモーニング娘。ってツッコミがいないでしょ。そうなんですよね。矢口さんの次になんかツッコミをなんか期待できるのかなみたいな、モーニング娘。の思います。そんな感じで、はい、思いました。なんか生えてますよ頭から。そしてまーちゃんは、はい、言うことありません。昨日レンレボとザピースの振り付け変わったんです。すごくないですか。元の振りに釣られちゃう。そう。ねえちょっとね。だってさっきの公演で言ったじゃん。はい、最後。ちょっと。さっきの公演でさ。じゃあどっちにします。どっち先にやります。ねえちょっと話してやめてよ。どっち。静かにしててください。じゃあまさきちゃん。おとちゃんこっち向いて。あ、ちょっと。カメラに何か言って。何か言ってたね。はい、決めて。どういうこと？何でもいいの？カメラ見て。はい、うん。最低。もう分かった。何が分かったけど。やだよ。せいさん怒んないと思います。せいさん怒んないですか？怒んないですか？怒んない？うん。怒る。怒る？怒る。じゃあ、怒んない怒んない怒んないいいよ。じゃあ、はい、カメラに向かって喋ってください。最初に。こんなやろ。イエーイ。カメラに向かって喋ってください。歩いてる。すごい、やり遂げた。歩いてるわ。可愛かった今。さすが生田さん。さすがアイドルだわ。可愛かった。私絶対ひどい顔してたわ。やばい。生田さんを尊敬します。あっち行ってください。見て、あっちよ。いちげさん、カメラに向かって話してください。ね、話してください。そう、今日何でもいいです。今日の感想、感想とか。でも怒らないですか。先に行ってください。大丈夫です。どうぞ。いいです。大丈夫です。早く。今日は、うわびっくり大成功。え、まーちゃん。じゃあ、うまくいったら、座布団1枚。お祭りでいいな。似合うでしょ。いや、いや、あの変な顔になっちゃいました。変な顔になっちゃった。じゃあその変な顔どうぞ。あ、なに、あ、なになに、座布団。あ、座布団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 。何それ。怖い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 。すいません。オリコンチャートデイリーが出ました。びっくりした。発表します。なんと、お、今回、お、意外にも、どっちの意外、まさかの結果です。私も受け止めきれないんですけど、なんと、え、今決まったんですか。さっき、あのさ、私こんだけ貯めて言ってたからさ、途中で入ってくるのやめてもらえる。まーちゃん、落ち着けさと。デイリー1位でした。
たんですか？それはね、天からの贈り物なんだよ。テレパシー？そう、テレパシー。リーダーにもなるとそれぐらいできるんですよ。さあ、ということで、よかったね。はい、ということで、第1位はまーちゃん。まーちゃんでございます。意味がわかんない。意味がわかんない。私も1位、私も1位だって。まずあゆみに甘えたことなんかないもん。嘘だね。何？嘘だね。めっちゃ甘えてるじゃない。もう毎日だよ。1位佐藤さん、なぜ石田さん。常にこれ何？どういう意味？って聞いてるから、なんか甘えん坊っていうよりもおバカ。外れてるじゃん、ねえ。うん、ごめん、それもちょっと失礼、失礼、失礼。ごめん、ごめん、今のは同感できない。いやいや、おもてなしって言わなくて。あとさ、全部おもてなしやれば。さあ、生田さんが2位でございました。はい、はい。さあ、そしてハヤル、じゃあ見てみな、書いてあるから名前めくって。めくってみよ、めくんな、めくってみよって。誰がやってみ、楽しい。書いてあるから絶対。じゃーん、ほーら、いや隠した。隠した。じゃーん、佐藤さんでございます。理由を発表します。はい、できないことはすぐにサジを投げちゃう。あ、え、なんで。サジを投げちゃう。サジを投げちゃう。もういいやってなっちゃう。サジ諦めちゃう。サジウスじゃない。もういいやって。ああ、ありますね。サジウスじゃないよ。うん、あとね、甘えるというか、もはやまーちゃんには通訳が必要っていう。ねえ、それあゆみたいじゃないからね。誰書いたんだろう。なんで言ったの。今の教えてくれよ。今の教えてくれよ。今鼻詰まりじゃない。鼻詰まりじゃないよ。あと、まーちゃん以外思いつかなかった。へ、なんでだろう。なんで思いつかないの。そうそう、あと1位はダントツまーちゃんとか、もうなんか、もうまーちゃんしかいないでしょみたいな意見が多いね。え、じゃあこの中に投票した人いるんですかね。まさきちゃん1位と思った人って。おー、それ1位だからね。誰が書いたのかな。何やってる。それも通訳が必要なの。どうしたらいいか分かんない。だからまあ、甘えてると思う自分で。全然甘えてないと思う。全然甘えてない。甘えるっていうよりかは、なんかメンバーはもう全員、あの、ドゥーと小田ちゃん以外、マサの、あ、ドゥーよ、ドゥーと、ドゥー以外はマサの年上だから、モーニング娘。はマサの中で、なんか姉妹みたいな感じだから、もう甘えるっていうよりかは、おねだりするっていう。当然、当然みたいな。あ、まあ、おねだりしてるってことね。おねだりっていうよりかは、おねだりでもね、兄弟みたいな、兄弟の中のお願い事みたいな。当然のこと。その甘えることが、あの、特別なんじゃなくて、もうそれが普通なんだもん。それが普通なんだ、まさに。なるほどね、普通だと思ってるけど、みんなの中で甘えてるって思われてるってことだから。それはちょっと頭がおかしいんだと思う。いや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 、失礼、失礼よ。失礼でございますよ。さあ、ということで以上。